一代恋娘、山本柊五郎、乱心一。ちょいと、おかめさん、早く早く。なんだえ、想像し。早く出ておいて、水戸様のお通りだよ。おや、ほんとかえ、おきっちゃん、春さん、水戸様のお行列だとさ。あら、 どうしよう、あたしはまだこんな髪で。何を言ってるんだね。水戸様がお前の髪をご覧なせりゃしまいし、早く来ないと拝めなくても知らないよ。かしましく呼び交わしながら、横抱きに子を引っかかえた女房や、浮気なご家や娘たちが往来へ飛び出していった。あえて女ばかりではない。表通りの両側は、 老若男女、ひしめくように押し並んでいるし、辻番や町役は汗だくで、静かに、静かに立っちゃいけねえ。被り物を取った被り物を、そう騒ぐと縛っちまうぞ。などと、静止に大笑わである。水戸の若君、吉種の行列を見ようとする群衆だった。水不幸は、 五三家の中でも別格で福将軍と言われていたが、こんな吉がいじみた人気のあるのはそのためではなく、当主綱田の精子、吉根が素晴らしい美男で、水戸の光源氏ともっぱらの評判があったからだ。水戸藩士の書いた家庭給文という伝記書の中にも、精子脅迫気味、 至極美麗なる恩生まれつきにて、その頃天下第一とし子盾祭り云々とある。副将軍三十五万石の金達ちで二十一歳。それで天下第一の美男というのだから、人気のあるのも当然だろう。途上、その他で行列が通ると、常に沿道は人垣を築いたと伝えられている。 いやいやそんなに押すな。それでも見えねえから。見えねえったってまだお先どもが木戸へかかったばかりだ。おいら行列じゃねえんだ。お行列でなくってなんだ知らねえのか。水戸様のお通りってと、向こう側の筆屋の前きっと拝みに出る娘があるんだ。水戸様が光源氏なら、その娘は照るての姫か、 陽気光って美人なんだぜ。今頃何を言いやがるあの娘なら町内で知らねえものはねえや。そうか、畜生。じゃあみんな、水戸様にかこつけて、あの娘を拝みに来ていたんだな。うるせえ。黙ってみろ。いよいよご本尊のお出ました。行列の先どもが町内へかかったとき、今噂の筆屋の前へ、 ご奥義で顔を隠しながら、一人の町娘がそっと現れ、つつましやかに人々の後ろへ身をかがめた。歳は十六七。目元に少し剣はあるが、ずば抜けた美しさで、髪飾りも衣装も贅を尽くしている。いつも手代風の若者と、素晴らしい女が付き添っていた。もう 半年以上にもなるだろう。吉種の行列が通る時には必ずその場所へ現れる。町内の若者たちはすぐに目をつけてどこの娘かといろいろ探ってみたが来る時も去る時も素早いのでどうしても身元がわからずただ日本橋あたりの大河の娘という評判だけがいつからとなく 人々の間に伝わっていた。やがて、静止の声と共に、行列が近づいてきた。町の両側にひしめいていた群衆はいずれも土下座をして、鳴りを沈める。おやりが通り、はさみ箱が通り、長江が過ぎ、続いて、吉種の乗り物が静かに進んできた。 残暑の強い日で乗り物の戸が開けてあったからやや後ろへ背を持たせるように単然と座っている吉種の姿がよく見えた透き通るように白い方が病心らしくうっすらと好調している当時はまだ髪油のなかった頃で風になぶられた漆黒の遅れ毛が切迫の顔へハラハラとかかるのが すごいように美しかった。かくて乗り物がレイの筆屋の前へ差し掛かったとき、吉種の目がちらとその軒先の方へ向いた。明らかに何かを期待する眼差しである。そして今しも人垣の中からじっと見上げている娘の燃えるような瞳と、 ぴったりと結びついた、と見る途端に。娘は低く叫んで、月物でもしたようにふらふらっと立ち上がった。後に付き添っていた乳母と若者が慌てて、あれ、どうなさいますお嬢様と抑えようとしたが、それより早く娘は人をかき分けて出ると。 そのまま、ばらばらと走り寄って、吉種の乗り物へすがりついた。見ていた群衆は、あっと色を変える。籠脇わきの友侍は行転して、いや、老石者絶叫しながら突き放した。二、ボタンの花が崩れるように、生めかしい衣装の紅が、パッと地面へ乱れはった。 しかし娘はすぐに跳ね置き、狂ったように身をもだえながら、再び籠へ取り付こうとする。控えろ、無礼者二三人の友侍が突き放しざま、ねじ伏せたとき、乗り物の中から、手荒にいたすな、と、吉種の声がした。乱心したのであろう、いたわって使わせ。 侍たちは娘を抑えたままつくばう。娘は苦しそうに顔を振り向け、歯を食いしばって、じっと去ってゆく、吉種のかごを見送っていた。前代未聞の出来事である。政治向きの過ごそなら、例のないことではないが、美貌と牽制、天下第一と言われる副将軍の 若君のかごえ。これまた、絶世の美少女が、囚人監視の中で取りすがったのだから、さすがに気の強い江戸市民も唖然とした。最も驚いたのは町役たちで。さあ大変だ。うっかりするとこっちの首が危ねえぞ。何でもその娘を逃すな。血相を変えて取り巻いた。そこへ、 去っていった行列の中から、軽くない役柄と見える一人の武士が足早に戻ってきて、これこれ、その娘は乱心したと見えるゆえ、いたわって取らせろというお声がかりだ。手荒なことをいたすな。と、町役たちを沈め、そばにおろおろしている手台風の若者に向かって、その方は付き添いのものか。 手前主人の娘でございますが、誠に何とも申し訳のないことをいたしました。お慈悲を持ちまして、どうぞ、平に、ご勘弁くださいますよ。乱心と見えるな。そうであろう。はい。大仰せの通りでございます。住まいはいずれで何と申す。どうぞ、何分とも、お慈悲を持ちまして。 咎めるのではない。念のために聞きおくのだ。主人は日本橋本町の唐物商で、奈良や伝右衛門と申し、こちらは主人の娘、おちか。私は手代の吉蔵にございます。奈良で、意外な、という表情をして、武士は振り返り、町役人、カゴを呼んで参れ。 と命じた「町役の一人が横っ飛びに走って行って籠を呼んでくると手代と乳母が娘を助け乗せるまで見届けて「もし町方から何事か申して参るようなことがあったら小石川お屋敷へ「見延又五郎」と言って訪ねてくるがよい取り計らって使わすぞ。ありがとう存じまする 大切にしてやれ。そう言って武士は立ち去った。娘はまるで虚脱したようなありさまだった。自分のしたことがどんなに人々を驚かしたか、周囲でどんな騒ぎが起こったか、どうして籠へ乗せられたか、一切夢中で、ただ美しい瞳を大きく見開いたまま。 送信を震わせているばかりだった。一方、三部又五郎と名乗った武士は小石川の屋敷へ帰るとすぐ、老中松並勘右衛門のお小屋を訪ねた。ご老中、途中の出来事をお聞きなさいましたか今田島から聞いたところだ。勘右衛門は十面をあげて、 老関者にお声がかりがあったそうではないか。ご連瓶のおぼし召しだったのでしょうが、もしやすると、お見知りであったかもしれませぬ。それはまた、どうしてだ。拙者立ち戻って取りたたしましたところ、奈良殿の娘でございました。勘右衛門も意外だったらしい。奈良屋は長年の、 見とけお出入り商人で、勘右衛門はことに、主人、伝右衛門と、実婚の間柄であった。では、あの、おちかという娘か。さようでございます。この半年近い間、お行列の旅ごとに、必ず同じ場所へ出て、おかごを排しているのを、拙者も気づいておりましたが、 奈良殿の娘と分かれば、ご老中にもご仮定が参りましょう。それはどういう意味だ奈良屋で向こう島へ別所を建てましたとき、若君は両三日ご滞在遊ばれ仕事がございます。最もご年少ではございましたが、その折、お給時に出ました娘へ、確かご陰老を賜ったと伺いました。 そんなことがあったようだな。途中でおかごへすがりつくほど突き詰めたレンおそらく命がけでございましょう。もし。と言って、またごろは相手の目を見つめた。もし、おそばへ使えることができるとしましたら、おそらく娘は命を捨てて働きましょう。 下世話にも、恋は人を盲目にすると申します。そうか、と、カンエモンはかすかに笑った。秋の花、一、か。心よい手応えが、球場に残った。今度こそ。吉田根は、シックする馬上で身をねじむけたが、 白い曲線を描いて飛んだマリは、ほとんど直前で、球門の右へ逸れてしまった。ダメか。腹立たしい気持ちで馬を返してくると、吉種夫人は健康な美しい頬に、皮肉な笑いを浮かべながら、<laughs> すっかりお腕が鈍っておしまいになりましたのね。ご覧遊ばせ。こう打たなくては、 入りませんのよ。そう言うとともに、手綱を緩めて、ぱっと馬服を蹴る。見事な賭けで、ひた走っていったかと思うと、右手を上げ、半身を乗り出すようにしながら、さっとぎっちょを振った。的確な打撃である。まりは一文字に飛んでいって、スルスルと球門へ入った。お見事でございます。 控えていた、みのべ又五郎が、赤い小進馬を振りながら言うのを聞き捨てにして、夫人は、吉田根の方へ帰ってきた。いかがでございますうまいな。吉田根は、馬首を巡らせながら。けれど、打球が上手であるより、女はことでもうまく引く方が、愛らしいものだ。<laughs> では、 そういうものをお探し遊ばせ。吉種は無言で柵の外に出ると、ぎっちょうを捨て馬を降り、大股に剪定の方へ向かったが、待っていた小障が慌てて追ってくると、小須ともよいぞと言って帰らせた。病弱な吉種にとって打球は唯一の娯楽だったが、 それもこの頃は富に増えてになって、半年ほど前から始めた夫人、八重子の方が遥かに上達してしまった。第一、もう十球も打つと馬上にいられぬくらい体が疲れてくるのだ。健康そのもののような夫人には、それが物足りなくもあり、また不甲斐なくも見えるらしく、折に触れては皮肉な目で、 夫をあざける様子があった。夫婦とは名ばかりであった。八重子は将軍綱吉の娘としてきたが、実は左大臣高塚佐信弘の姫で、元禄十一年、吉種が十四歳の時、八重子は十歳で腰入れしたのである。当時、京から東国の初夏へ貸してきた夫人たちは、 そやな関東人を軽蔑する癖があって、肛門三つ国でさえ、某夫人には大分苦しめられた逸話が残っているくらいだ。習慣の相違と、年少の頃から形だけ夫婦として成長してきたことなどから、二人の間には、愛母の情というものが、未だに湧いていなかった。寂しい。吉種はこの頃、 よくそう思うことがある。そして、ふとしては目に浮かぶ面影があるのだった。脱出の檻には、必ずある外情の、いつも同じ場所で、自分の方を見つめている娘。長家の者のらしいが、風俗も癒やしからず、憂いを含んだ美しい目をしている。いつからともなく、 こちらもそれに気づいてからは、その娘を見ることを期待するようになり、娘のつやつやしく濡れたような瞳に触れると、軽い胸のときめきさえ感じるようになった。10日ほど前、途上してのきと、娘は意外にも自分の籠へすがりついてきた。あの時の思い詰めた顔。吉種が檻に触れて思い出すのは、 その時の娘の面影であった。打球はおやめにございますか先定へ入ろうとした時、中庭口からそう言いながら、松並勘右衛門が近寄ってきた。父の綱枝も一目置いている老身である。ことに吉種は気の弱い立ちだったから、彼には必要以上に遠慮していた。 どうも疲れていけない我ながらこの弱い体には飽きが来たよお大切な御身ですからご養生を遊ばさぬとなりませぬ打球などはいささか過激かと存ぜられまするもうやめるつもりだそれがよろしゅうござりますな勘右衛門はうなずいて 薄茶を立てさせましたゆえ、お示し遊ばしませぬか。乾いている、もらおう。これ。勘右衛門が振り返って呼ぶと、静かに天目を捧げて、一人の腰元が入ってきた。吉種は腰掛けたまま受け取ったが、何気なくその顔を見て、思わずあっと声を出しそうにした。 不養と申します。勘右衛門がそばから言った。新規に御殿へ上がりましたものにて、おそばにお召使いをお願い申し上げまする。二、あの娘だ。見まごうまでもない、うつむいている眉、赤い口元、震えている肩つき。確かに町で。 自分の籠へすがりついた娘だ。松並、彼女が退くと、吉田根は目をあげて、その方は世に、そばめを進める気か若君、かの女は、哀れな娘でござります。そう申し上げれば、お分かり遊ばしましょう。 彼女は若君の恩ためには命をおしからじと思い詰めております。そして今は若君のおそばにそういうものが一人でも多く必要なのでございます。その話なら聞きたくないぞ。吉田根はつと立ち上がって手を出た。聞きたくない話だった。 それは、水戸家の、四次の問題である。吉種の祖父たる、三国は、初代、頼房の三男であった。ゆえあって、長男の頼重は、分家して、松平、さぬきの神家を創立し、本家の水戸は、三男、三国が相続した。それで三国は、兄に対する義理から、 今度は自分の長男、鶴松を讃岐の神へ養子にやり、兄の子、綱枝を迎えて、水戸家三代を継がしめたのである。しかるに、水戸家中の老人たちは、三つ国の徳を渇望するあまり、その正刀の血を残すため、綱枝の子、すなわち、吉種を排して、 讃岐の神家養子に行った光圀の長男頼常の子を逆にまた啓示に迎えようと諮っていった。無論これを綱枝が自ら言い出せば問題はないしかしその希望なしと見たので義典の命を絶つという非常手段まで考えられるようになったのだ。 家柄血統を人間より重く見る時代のことで、決して珍しい話ではないが、これを松並勘右衛門から聞かされたとき、吉種は到底信ずる気になれなかった。そして、その話だけは二度と聞かせないでくれと固く言い渡したのであった。 吉田根がテ位を出ると、藪ブガの前に、扶養が待っていた。そして、館の方へ行く吉田根の後から、案外落ち着いた様子で故障した。吉田根は戦地のほとりまで来ると、ふと立ち止まって、扶養と申すか、と声をかけた。はい。いつぞやあったな。 娘はうつむいていた顔をかすかに上げて光のようにちらと吉田種を見上げたその瞳は濡れて震えていた「どうしてここへ来たのだ」「はいご老中様のご配慮にてそれだけか」そう言ってから吉田種は言いすぎたことに気づいた。 館の務めは辛いぞ。女どもが多い。作法習慣もやかましい。長課の者には耐えきれぬことが数々ある。帰った方が良いと思う。若殿様と、扶養が顔を上げたとき、小かに女の声がして、次女たちを連れた夫人、八重子が近寄ってきた。まあ、綺麗な娘だこと。 夫人は吉種のそばへ寄りながら、見慣れぬ腰元ですのね、どこから拾っていらっしゃいましたの打球が下手になったと思ったら、こんなお遊びが始まっていらしたんですのね。奥、言葉が過ぎるぞ。そんなに怖いおめを遊ばしますな。別に悪い気持ちで申し上げたのではございませんもの。ああ、そうそう。 先ほどのことをよく引くとおっしゃったのは、この娘なんですのね。<laughs> 不まいれ。吉根は娘を促して、足早に去った。不養の落ちかは黙って故障しながら、夫人八重子の鋭い絶望と、剣高な調子を繰り返し憎んだ。夫人は自分と同じ、 十七歳のはずである。生まれも育ちも違うとは言いながら、あれが副将軍の聖したる夫に対する態度であろうか。お寂しそうな若殿様のお目、それが痛いように胸へ染み入った。家へ帰った方がよいであろう。歩きながら吉種が言った。 家は何をしているのかはい。からもの賞でございます。父の名は、奈良屋伝右衛門と申します。奈良屋。吉種はふと足を止めて振り返った。奈良屋といえば、屋敷へ出入りをしている、あの伝右衛門か。はい。では、いつぞや向こう島の、 娘はかろうじて微笑しながら目を上げ。はい。あの時、配慮いたしましたご陰牢は、今でも大切に身を離さず持っております。そうか。あの時の娘だったのか。吉種は感動した小姉で言いながら、じっと娘の顔を見守った。囚人の見る前で、あんな取り詰めた真似をした気持ちが、 少しずつわかるように思えた。恋し難。一。それは事実か。関右衛門はきっと向き直った。見延又五郎は声を潜めて。ただいま国表より藤木勝之進が出布つかまつっての旧報でございます。三十日ご出布。三十日。 水戸へ帰っている綱枝が、十日の地に出布するという放置である。参勤の定例だと、来年春のはずなのだ。菅右衛門は、しばらく考えていたが、ごろと、天意、伊豆島人祭の方へ振り返って、五役刀を濃く立てていただこう。今宵でござるか。 もう彼女が取りに参る国言だ。すぐに調じていただきたい。つかまつりましょう。天衣の殿いする部屋である。人才は座を立って、屏風の中へ入った。お地下の入ってきたのは、それとほとんど同時であった。あれから今日まで七日、吉田根のそばに仕えて、夢のように送った。 ことに漁神前の薬湯を進める時が一日のうちで一番楽しい時間だった。その時だけは二人きりでわずかながら静かに語ることができるからである。お薬湯をいただきに参りました。今お長次申し上げている。と勘也門は静かに娘を見て。どうじゃ お蕎麦遣いが辛くはないかい,いえ、決して。五連中型の女どもが意地の悪いことをするとか聞いたが、そんなことがあるかはい、別にさようなことはございませぬ。それならばよい。ご奉向を大切にすれば、やがてその方の思いも叶う檻が参ろうというものじゃ、辛抱せい。 おちかはきっと、かんえもんの顔を見たが、すぐにまた、膝へ目を落とした。お待たせ申したのう。人才が天目を捧げて出てきた。今宵のお役刀は少し、お下触りが変わっているゆえ、そう根性して差し上げるよ。はい。注意して参れ。かんえもんが、 そばから行った。おちかが新所へ入って行ったとき、ヨシはすでにヤグの上に座っていた。白リンズの寝巻きが切迫の方に青いほど生えて見える。おちかが捧げてきた天目を下に置くと、どうした顔色が悪いではないかと吉田根は優しく言った。 気分でも悪いのではないかい,いえ、決して作用のことは。それならよいが、そんなところに座らないで、地孔を寄らぬか。はい。おちかは言われるままに、天目を進めつつ執行した。吉種は手を伸ばして取りながら、かつてない温かな目を向けて、 向こう島で初めて会った折にもお前は茶を汲んでくれたのだったな世はまだ少年だったが美しい娘だと思ったことを覚えているあれは十六の時であったな私若殿様のお顔を言いかけておかは急にうつむいた。 吉田根は後の言葉を促すように、娘を見ながら、天目の蓋を取って飲もうとしたが、これはと言って、いぶかしそうに中を見た。不要。これには薬湯が入っておらぬぞ。私が、おちかは静かに顔を上げていった。私が頂戴いたしました。 どうしてあれはお毒薬でございます。何がっくりとおちかの体が傾いた。吉谷はすり寄って支えながら。ふよお前毒と知って飲んだのか。お聞きくださいませ。おちかは力のある声で言った。ご家中の老人方は。 三つ国様のお血筋を見戸家へ残すため、若殿様のお命をお縮め妄想と図っているのでございます。どうしてそれを知った私の父が、松並様と密談しているのを聞いたのです。松並勘右衛門が、ご老中様は、お味方と見せて、実はその企みの発動人なのでございます。 今まで差し上げていましたお薬と、あれは、あれは少しずつお命をち縮め申す毒薬です。そしてそれは私の父が南蛮から買い入れたものでございました。私そのことを20日ほど前に知りましたので。それで。おちは苦しげに言葉を切っ どうかして若殿様にお知らせ申し上げようと存じましたが、ご老身方のお企みゆえ、ただお訴え申しただけで、とてもお耳には届くまいと存じまして、ぜひなく先日、お乗り物へ取り付き、書いたものを差し上げようと。では、あれはそのためだったのか。でも、 ダメでございました。おかご脇の肩に突き放されて、とうとう。不要。いや、地家。吉種は苦悶の眉をひそめて。では、お前は、水戸家の世継ぎたる世の命を救うためにこうしたのか。かごへ取りついたのも、この館へ入り込んだのも、それだけのためだったのか。 恋の気持ちではなかったのか。ちか言ってくれ。お前は、吉田根を恋してきたのではなかったのか。もったいない。おちかは血を吐くような声で言った。私は、やしい町人の娘でございます。なんで、なんで、若殿様にそんな。 本当のことを言え、お前は助からぬのだ。偽りを言ったままでは死ねぬはずだぞ。言うのだ、本当のこと小恋ではございませぬ。知花。娘は必死の力で振り仰いだ。蒼白になった表が涙で濡れていた。若殿様、恋では。 ございませぬ。でも、私は、本望でございます。女と生まれてこれ以上の死に方はございませぬ。これに、ご老中家蘭の方々の名をしたためておきました。お近は懐から書状を取り出して、どうぞ、一日も早く、ご安泰の恩みにおなり遊ばすよう。 私の死体を父にお下げ渡しくださいます時には、棺の中へ、ご印籠と一緒にと。それだけか、言うことはそれだけか。若殿様。強い身震いが二度三度。おちかは苦痛のうめきをもらさじと懸命に歯を食いしばるかと見るうち。 声ではありませぬ。叫ぶように言って、がくりと前へ、のめり伏してしまった。吉田根はじっとそれを見つめていた。かつて経験したことのない、複雑な、激しい感動が、体中を火のように荒れ狂っている。泣いてよいのか、怒るべきかわからなかった。この娘は嘘を言った。この娘は、 よ、愛していたのだ。命を救ってくれるより、本当の気持ちを直にぶつけてくれる方が嬉しかったのに。でも、この娘にはそれができなかったのだ。世の身分がそうさせなかったのだ。かわいそうに。吉種は胸へ熱湯のようなものが突き上げてくるのを感じた。そして静かに立って、鈴の紐を引いた。 お召しにござりまするか襖の外で小生の声がした。着替えをするぞ。は<っ>それから老中どもに小女院へ集まれと言え。は小<っ>生が去ると、すぐ二人の侍女が衣服を捧げてきた。吉種はお地下の屍を屏風で隠し、着替えを済ませてから。 よい、下がれ、と事情を晒した。そして、今脱ぎ捨てた、真意を手にすると、まだ、肌のぬくみの残っているのをそのまま、静かにお地下の屍の上へ着せかけてやった。地下、世の肌つきだ。儚い絵にしであったな。くくくと、喉へ咳あげる。 すすり泣きを抑えながら。しかし、お前の持ってゆくものは、陰謀だけではないぞ。吉田根の心も一緒だ。わかるか、吉田根の心も一緒に持って行くのだぞ。そう言って、両目を覆い、ややしばらくの間、屍の前に黙祷していたが、 やがてお地下の残した書状を取り上げて立ち。出るぞ、と声をかけた。襖が開いて、配当を捧げた故障と近従の二名が控えていた。吉種は大股に畳廊下からお嬢口を経て、古助院の上段へ現れた。そこにはすでに、 松並勘右衛門をはじめ、七人の老中が集まってきていた。いずれも野中大義であった。吉種は冷ややかに見回して、下級に呼んだが、別に死災があるわけではない。新所へ入って、ふと思いついたことがあったから、一応皆に伝えておきたくなったのだ。 その前に、見せるものがある。吉田根は、レイの書状を取り出して。またごろうこれを、カンエモンに見せろ。は,はっはっミノベまたごろが、執行して出る。両手で書状を受けようとしたとき、ヨシの手から、はらりと書状が落ちた。刹那。ブレエモノ 叫んで吉種の手が故障の捧げている廃刀へ伸びる。ぎらりと抜き打ちに刃が空を切った。はっとまた五郎は平服したまま後ろへ下がろうとしたが、すぐ首根からビュッと血をほとばしらせながら、だっと前へのめり倒れた。列座の人々は色を失った。勘へ、地孔 吉田根は配刀を右手にしたまま、左手で書状を取ってついと差し出した。カン門の唇はわなわなと震えている。チコ、これを読んでみ。ごめん。カン門は静かにすり寄った。差し出した手は目に見えるほどおののいている。そして書状を受け取るとたん、 義胤の配当がきらりと光るや、はっと低く叫びながら身を縮めた。何をさように恐れる。義胤は配当を故障の一人に渡しながら、冷ややかに笑っていった。又五郎は、無礼があったから成敗した。ゆえなくその方まで切りはせん。安心して、それを読んでみ。はっ 勘右衛門は元の場所まで戻って恐る恐る書状を開いた。ちらと目を通した刹那。彼の体は電撃されたように新立した。横瓶へみるみるべっとりと油汗が滲み出すのを吉種はあざけるように睨みながら言った。哀れな娘が 命を落として探索したいぼだ。それをしたためた娘は死んだぞ。世はまだ悲見しておらぬ。しかと読め勘へ。勘へもんは書状を持ったまま、崩れるようにそこへ両手をついた。読んだか。は<っ>よし。 食台の火をつけ。燃やしてしまえ。何を躊躇するか。エモン右衛門は足の葉のようにおののきながら、食台の火に書状を差しつけた。髪はメラメラと燃え上がって、見る間に端から灰になる。エモン右衛門は手であしらいながら、ついにすっかり燃やしてしまった。 よし。それで、その長きは、書いた娘と、その方だけしか、見たものはない。改めて、読んだ司祭を申す。義公三国様は、日本国の大徳であらせられた。水戸家は、祖父様のご政党こそ、相続すべきであると思う。すなわち、 さぬきの神よりつね公の子息こそ、みとけを継ぐべきだ。世はかねてから、そう思っていたし。このたび、父上ご出府の上は、じきじきに申し上げて、ご欠条を仰ぐつもりでいる。ふと思い出したら、急にその方どもに言いたくなったので召し寄せた。野中大義であったな。 もう下がってよいぞ。みんな言葉もなくひれ伏した。勘へ。不要の死体には世の肌つきが着せてある。手を触れずにそのまま葬ってやれ。不憫な奴を殺したぞ。語尾は安全と湿っていた。略記すれば。 三戸家の四代は讃岐り頼ねの子軽丸六歳が入って継いだこれが成功といわれる宗隆である旧期遠ざっきにはお近の剣を生死の恩子とを思い患い死ぬるに覚悟せし様子なれば両親不憫に存じ娘の願いなればとて 奥の方へ、よすがを求めて、生死のお手に触れたまいしものを下したまわらんことをひそかに願い蹴り。これによって、次女の計らいにて、おねまの衣を下したまい蹴り。かの女、この衣を身に抱きしめつつ、したりとかや、とだけ書いている。 門一味は数年後政治向きよろしからずということで放築されてしまった。